当に地獄のような痛みでした。泣き叫ぶ、毎日で、治るとは言ってくださる先生は誰一人いなくて、これ絶対東洋医学しか無理だなって分かるんですよ。はい、東洋針灸整骨院長のします。今回もですね、患者さんに本当のことだけをですね、言ってもらおうと思います。ではお願いします、はい、お願いします。患者さんの主訴、主な訴えはですね、線維筋痛症ですね。はい。線維筋痛症でね、困ってた時のですね、はい、状況や、状態や、はい、いろいろちょっと、教えてもらえたらと思うんですが、はい、はい、もう、全身の痛みがもう、毎日、24時間出ている状態で、もう、ひどい時には、もう全身にガラスが刺さったような鋭い痛みだったりとか、あともう鉄バットで殴られているようなもう激しい鈍痛っていうのがあって、もう起き上がれなくなってしまったりですとか、ガールも本当に地獄のような痛みでした、はい、なるほど、ちなみにですね、今日旦那さんもですね一緒にちょっと出ていただいてるんですけど、はい、奥さんのその時の状況とかですね、はいはい、そばで見ていてどんな感じでしたかね。いや、もう本当に毎夜もう本当にもう激痛ですよ、ね、本当にもう泣き叫ぶ毎日で、本当にだから寝つくのが深夜の3時とか、疲れちゃった、痛み疲れてもう寝るみたいな、力尽きて、うん、その間ちょっとマッサージしたりとか、そういう感じで、過ごしてましたね。もちろん初めは病院に行かれるわけですよね。はい、もう先生のところに来る前に3つぐらい病院に行きました、でもいろんな検査だったりとか、強いチンブロック注射とかをもう肩甲骨とか首とかに打って、そういうのも治療したんですけど、でも、もう痛みが全然治まらない状態でした。で、検査しても原因がわからない状態でした。で、1軒目の病院行って、その後なんか線維筋痛症に特化したような、お医者さんとかも行ったんですよね。できました。もう線維筋痛症学会っていうのがいくつか病院をリストを出してるので、そこを調べて3つの病院、一応全部線維筋痛症学会の指定するとこに行きました。最初もう体の痛みが半端なかったので、もう何だろうと思ってネットで検索して、こんなに全身の痛い箇所があるっていうのでまず出てきたんですよね。それで線維筋痛症の一応がのかもしれないので、専門医っていうところにまず話を聞いてみようと思って、線維筋痛症でいくつかの痛点18箇所ぐらい痛いと、で10箇所のうち12箇所以上痛いと線維筋痛症とかあるんですけど、もうそれが18箇所も全部痛かったので、もう線維筋痛症ですって診断されました。なるほど。で、3箇所の病院に行ってみて、線維筋痛症が得意だと、どこに行かれて、3件とも全然効かないですよね、もう全く効かないですし、もう線維筋痛症そもそも治療法が確立してないっていう病気なの で、先生も本当にこれ治るかわからないっていうふうにもう言われて、効くかはわからないっていうふうに先生も治るとは言ってくださる先生は誰一人いなくて、でもう治療も結構線維筋痛症は自費とかでの診療も多いので、すごいもう高額になったりとかして、それでももう治らないっていう状態でした。もうその時はもう絶望ですか。もう本当に絶望です。で、同じ病気の人とちょっとつながったりもして、もう15年20年治らないで、あと強い薬をもう10種類ぐらいの薬を毎日飲んでるっていう人も見てて、でもそんだけの年数治らないっていうのを見てたので、もう自分も一生治らないのかなって、もう絶望して、本当にずる日々でした。それで当院で東洋医学のね、治療を受けられてですね、で同時に漢方薬ですね、そうですね飲んでみて、変化みたいなのをちょっと言ってもらえれば。
はい、まず一番最初にそのさっき旦那さんも言ってた夜中に泣き叫ぶようだった痛みっていうのがまず頻度も減っていって、はい、もうそれも本当自分の中で驚きでしたし、ただもう本当にしぶとい痛みっていうのもすごい続いていて、ね、本当にそれで痛み以外にも、はいはい、もうめまいですとか、はい、低血糖ですとか、はい、もう睡眠障害、うつ、はい、あと上下痛とかもいろいろなことが起こって、はい、もう不安でいっぱいだったんですけど、はい、でもその時にやっぱり石丸先生に、はい、もうこの症状って何ですかって言うといつも本当に確信を持って、はい、あのこれはこうだからですよっていうのを自信を持ってあの答えてくださるので、もう石丸先生のところに通ってればもう治るんだろうなっていう、なんか治療は間違ってないっていう風に思って本当に根気強く通っていくうちに本当に痛みが弱まってきたっていう、はい、で今現在は痛みの方は痛みが本当になくて、はい、本当になんかこんなその15年とかみんな治らない20年とか治らない病気なのに、はい、自分は腺筋痛症って診断されてからもう今2年ぐらいなんですけど、はい、もうそれで今痛みがないっていうのが夢のようですね。はい。なんか今日走れたとか言ってましたね。もう昨日本当友人の子供たちと久しぶりに走り回ったりすることができて、もう前だったら本当に階段も、うん、駅の階段とかも登れないですし、うん、もう全然犬の散歩でも走ることは絶対できなかったので、もうこんなの夢のようですね。まあ、当時のですね、まあ、患者さんの、まあ、カルテね、まあ、全身こう痛いよって感じでね、まあ、その他にもいろいろが、いろいろ症状があるんですが、ちょっとね、症状が多すぎてですね、もう書ききんない、まあ、ちょっとね、ちっちゃな今日はあのホワイトボードだったりなんですけど、まあ、その他にもですね、患者さんはまあ頭痛があったり、まあ、動悸がしたり、まあ、皮膚症状があったり、鼻炎があったり、眼精疲労があったり末端冷え症があって、まあのぼせがあって睡眠障害もあって生理痛もあって胃炎もあって下痢もあって頻尿もあってさっき何て言ってました、上咽頭炎、上下咽頭炎、はい、慢性上咽頭炎と、はい、まあ、両方あると、ありました、ドバイカケとかもね、あれはありましたよね、先生とね、先生に相談して息苦しいって言ってましたもんね、息苦しいって動機、そうですね、もう言ってもうなんか症状が多すぎてありとあらゆる、もういつも先生にね不安なのを、でも今はもうだから本当にこれがもう全部ないですよね、ほぼ一もうなんかなくなって落ち着いてるので、本当になんか自分でも信じる魔法のような、もう信じられない状態、本当の話ですよね、いやもう本当に本当じゃなかったら言わないですね、もう本当だからこそ、もうもし疑ってる人来たら直接言ってもらって、いやもう本当に私がもう細かく、そうですね、その当時のね、本当にそうですね。でまあこれね、治し方なんですけど、これですね、初め来られた時にこれ絶対東洋医学しか無理だなって分かるんですよ。これ なぜかというと、まあ、先ほど言ったように症状がめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか、うん、そうすると、まあ、腺筋痛症専門の先生は腺筋痛症は見てくれるけど、うん、頭痛ほったらかし、皮膚症状ほったらかし、うん、胃炎ほったらかし、ね、うん、生理痛もほったらかし、ね、うん、あとは、まあ、睡眠障害ほったらかし、あ、そうですね、ね、全部ほったらかしなんですよ、うん、で今度じゃあ睡眠障害って心療内科に行ってもですね、心療、うん、内科の先生は花粉症もほったらかし、うん、鼻炎もほったらかしって、こう、ね、体をバラバラに見るんですよ、うん、ね、それがこれいつも私ずっと言ってるんですけど、うん、ね、森を見て気を治さないと治んないんですよ、うん、慢性病は、うん、で、まあ、患者さんのようにこう多臭素ですよね、いろんな症状があるわけですよ、うん、だから全部消えないと、全部消えるような治療をしないと治んないわけですよ、一つも、うん、一つも治んないですよね、いや本当に一つとして治らなかったです ね、 そうですね、もうそれで、でももう原因分からなくて本当にただただ苦しいという状態でした。そうそうそう、だからですね、やっぱりこう西洋医学というのは対症療法
なんですね、うん、対症療法なわけですよ、まあ、臭いものに蓋をしてるだけなんですね、うん、で東洋医学はやっぱり根本治療、うん、原因除去療法ができるんですよ、うん、で私ですねこの患者さんに一番着目したのはやっぱこれ生理痛なんですね、うん、そうなんですよ、だから生理痛がまず治ればその他の症状が結構半分ぐらい消えると思ったんですよ、うん、だから婦人科系のね、ツボをたくさんしてやってですね、で、まあ、言ってる漢方のところでも、まあ、婦人科系の漢方出てますよね、そうです、もう温経湯ですとか上主要さんっていう婦人科の、そうです、だからやっぱりそういう着眼点になるわけですよ、これ見たらね、うん、で婦人科さえ整えば頭残りね出てる症状をこうやって追いかけていけばいいわけなんですね、うん、じゃあ西洋医学の婦人科でですね、うん、生理痛治ります、うん、治らないじゃないですか、うん、痛み止めピルなんですよ、これ治ってないですから、うん、あの臭いものに蓋をしてるだけなんで、だから生理痛が出ない体を作ってあげないとダメなんですよ、ね、それは西洋学の病院じゃ無理なんですよね、これ西洋学の指定じゃないんですよ、無理なんですよ、これもしお医者さんが聞いてたら分かりますよね、無理ですよね、無理なんですよ、だから西洋学は救急救命や外科とか対症療法ね、そういったことはものすごく得意なんですよ、検査したり、でも体を変えるね、体質を変える、生理痛じゃない体にする、これはできないんですよ。